人、物、金をテキサスへ CCIM のループです。昨日は大阪市中央公会堂で大阪府倫理法人会経営者育成委員会主催の吉田総ス吉田純樹会長の特別講演会が開催され800名以上の方が参加されました。そして今朝は 吉田会長が道頓堀倫理法人会のモーニングセミナーにて講話をされこちらも約200名の参加がありましたその後私は東京に戻って吉田会長からご縁をいただいた楽しい仲間たちで会食して東京の光が丘の住まいに戻ってまいりました もうすでに時間は夜の11時半に経ってしまいましたが今日はアメリカ大統領選挙の激戦州の一つであるペンシルベニア州のフィラデルフィアで ABC テレビが主催した共和党トランプ前大統領と民主党ハリス副大統領による初めてのテレビ討論会で直接対決が行われました。 日本時間の午前10時過ぎに始まったわけですけれども私もいろんなことをしながら、えー、内容を聞いていましたまずハリスはトランプの演題まで歩み寄って、まあ、カマラ・ハリスです良い議論をしましょうと笑みを浮かべて右手を差し出しました、まあ、トランプは固い表情で握手し、まあ、お会いできて嬉しいです と話していました。これは前回のバイデン大統領との討論会ではなかった光景ですね。最初の質問は経済、物価でした。前回の大統領選挙があった4年前より生活は向上したかと問われて、ハリスは多くの人々にとって住居費が高すぎると指摘しました。 子育てて世帯への減税を実施すると表明ししいましたトランプが公約に掲げる減税については、億万長者や大企業が対象で、5兆ドルの財政赤字をもたらす、ドナルド・トランプには何の計画もないと断じていました。 トランプはこれに対して大統領在任中のアメリカ経済に関し関税はあったがインフレは起けなかったと主張しましたバイデン政権下で進んだ物価高を念頭にインフレは国を崩壊させるアメリカ史上最悪だろうと話しました外交をめくっては世界におけるアメリカの指導力 論点になりましたトランプは自身を世界の戦争を止める強いリーダーを描こうとした一方ハリスはトランプは世界のリーダーから笑われていると否定していましたその他ロシアのウクライナ侵略や不法移民問題などについて討論が行われました アメリカ大統領選挙の結果は二大政党の支持率が拮抗している激戦州の勝敗が左右しますニューヨークタイムズによるとハリスはトランプを批判するときはトランプに目を向ける一方多様性などを訴える際にはカメラ目線で国民に直接語りかけるように えー、してていいたと言っていますなかなかハリスも、えーまあ、見事な、えー、態度でしたトランプは討論会で部別的な表現の使用を避けていました発言中のハリスに目を向けず割と硬い表情で司会者を見,、えー、見つめるという時間が多かったように思います トランプはえ討論会後、記者団に対して過去最高の討論会だとえ持参していました。えーまあ、討論会の結果は、まあ、1週間ぐらいしてから世論調査が出ると思いますけれども、まあ、こちらもきっ抗していたと私は思います。以上、テキサスのルークでした。チャンネル登録よろしくお願いします。